私も一緒に踊らんか。どうしたの、りょうちゃん。ここんとこ徹夜で活戦しててな、目つむっても侍が出てくるんだ。活戦？どういうことです？食いついたな、中川。見ろ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 、これだこれ。別に食いついてませんけど。じゃじゃーん、ジオラマトランク。うわー細かい。どうだ、この目の前に広がる歴史ロマン、気分はまさに戦国武将だ。最近は歴史ブームですからね。歴史なんかも増えてますし。歴史？歴史好きの女子をそう呼ぶんです。歴史の間では真田幸村が人気だそうですよ。紹介しろ。朝まで歴史とこれ見ながら幸村のこと語りたい。先輩、寝不足なら朝まで寝てください。ああ、そうしよう。両津勘吉、昼寝に入ります。すいません。はい、寝てないでちゃんとお仕事しましょうね。あの、この者がお話をお伺いしますので。あ、すいません、寝る気満々だったのね。え、お嬢さんは歴場？はい。おお、どうかされました？私見たんです。何をです？その聞いてます？はい。続けて。うちの近所に誰も住んでいない古いお屋敷があるんですが、夕べ帰り道にその前を通った時に変な音が聞こえたんです。しばらくすると中から男の人の声で。聞いてます？先輩、どうぞどうぞどうぞ、つけて。うん、中から男の人の声で、お主も一緒に踊らんかって。気持ち悪い。それからふと見るとお屋敷の入り口にお侍さんがどう。クマさん、脅かすなよ。すぐに目が覚めた。夏といえばビールと枝豆と階段話。好きだよな、クマさん、その手の話。はい。お嬢さん、それって六丁目のお屋敷の話ですよね？はい、最近その近所に引っ越してきたんです。そこはこの辺じゃ有名な人斬り侍の館です。あの屋敷か。人斬り侍の館。ちょっとこの町に古くから伝わる噂でしてね、昔からあそこには町の人間は近づきません。そんなに有名なの？当たり前よ、今みんな知ってるやん。お主も一緒に踊らんかってやつでしょ。友達が笛みたいな音聞いたって。あそこは気味悪くてさ、近寄りたくねえな。怖くなんかねえ。噂じゃあそこね、何度も取り壊そうとしてんだけどさ、そのたんびに原因不明の大事故。あるものは死ぬ、あるものは。あんたは子供か。人斬り侍の館。そんな噂聞いてた？どうしたんです、部長。格安物件だったから買ってしまった。そのお屋敷をですか？うん、あいたたたたたた。これはこれは幽霊屋敷、ご購入おめでとうございます。たたられます。貴様、何を喜んでるんだ。安物買うからですよ。なんで安いのかちょっと考えればわかるですよ。どうお嬢さん、その幽霊は。この大原が一手に引き受けます。でも私
そんなこと聞いたらもう引っ越そうかと。夢のマイホームが幽霊屋敷なんて。陽ちゃん、うん、二人ともかわいそうじゃない。まあまあ二人とも噂ですよ。幽霊なんていませんよ。陽さん、あそこは本物だ。大丈夫です、大丈夫、ご安心ください。じゃあお前が行ってこい。はっ、私の新居に幽霊が出るか出ないか行って知らんぞ。超めんどくさ。お願いします。お嬢さんまで。いや、部長命令だ。今日は帰って寝たいんです。部長が自分で行けばいいじゃないですか。どうかお願いします。参ったな。早速捜査します。はい。いや、そりゃかなり荒れてるな。うん、大雨だな。うーん、眠い。サクッと終わらせましょう。よし、私は外、お前は中だ。はい、わかりました。たまにはあやつの図太い神経も役に立つな。おーす、警察です。おー、久保です。お邪魔します。誰かいますか。いたら逆に驚くけどな。何？誰がいるんですか？気持ち悪いな。上行きますよ。またですか。もしもし。怖いものなどありません。よし、お前は2階を見ろ。俺は外だ。だけどちょっとダメだ。なるほど。これお侍さんじゃん。お主も一緒に踊らんか。お侍さんが、お侍さんが、しっかりしろ。お侍がどこにあったんだ。え、なに、ふざけてるんだわよ。牛ね、牛、牛、ふざけてんだわよ。牛ね、牛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 
寝て全て忘れる。